はい、ありがとうございます。打線爆発した次の日は全然得点が入らない。はい、このね、阪神あるあるが見事に当たりました。まあ西武もね、山川選手のホームラン1本だけということで、もうお互いね、打線が昨日に比べてね、全然打てなかったんですけど、やっぱりね、こうなるんですよね。打線が爆発した次の日は、今日はね、昨日3本のホームランを放った佐藤輝明選手が全然ね、ダメでしたね。今日はね、日本放送のラジオ中継でモクロのメンバーがね、来てたんですけど、それで空回りしたのが、ボテボテのキャッチャーゴロとピッチャーゴロ、そして三振2つっていうね。はい、このモクロのメンバーの前でね、まさかの結果、まあ、規格外のね、怪物ルーキーでも好きなアイドルが来ると、空回りしてしまうっていうね。はい、そういうね、一面があるみたいです。まあ新人選手らしくないね、活躍、打席だよね、立ち方、雰囲気だったり、まあそういうのね、持っているんですけど、まあやっぱりね、まあ我々同じ人間ということで、まあなんかある意味親近感がね、ちょっと湧きますね。はい、まあ試合はね、2回の裏に山川選手にね、バックスクリーンに、ホームランをね、打たれて先制をね、許しました。はい、まあ伊藤将司投手はね、5回3分の2を投げて、5安打3奪三振5フォアボール1失点ということで、はい、まあこの山川選手のね、ホームラン以外は、まあ、割といいピッチングをね、していたんじゃないですかね。まあ、フォアボール5個っていうね、こともあったんですけど、まあ、6回ですよね。6回に、2アウトランナーなしから、山川選手と、サンジェンバーグ選手が、この2人にね、フォアボール出して、まあ、そこでね、5番ということになったんですけど、いいピッチングはしてたと思うんですけどね。はい、打線はね、7回に、サン選手のヒット、梅野選手とロハス選手がね、粘ってフォアボールを選んで、2アウト満塁と、チャンスを作ったんですけど、代打の糸井選手が、三振。最後はね、速球にやられましたね。しかし9回に、大山選手がね、フォアボールを選んで、ダイソーの上田選手が盗塁して、一気にね、同点のチャンス作ったんですけど、タウン選手がピッチャーゴロ。あと、テラーク選手が3球三振。そしてロハス選手がファールフライっていうことでね、いやー、タイガー選手がね、ちょっとなんかギアを上げてきたっていう感じですね。はい、大山選手のフォアボールの時なんかね、もうなんかすごかったですからね。巨人時代はね、沢村投手みたいな。はい、そんな感じのピッチングだったんですけど、佐藤輝明選手を三振に打ち取った155キロのストレート。はい、いやー、素晴らしいね。さすが26試合連続無失点。なかなか打てないですね、あれは。はい、そしてね、ロハスジュニア、35アス2安打、打率0割5分9厘。俺が見に行った試合しか、ホームラン打ってないところがヒットも打ってないって、どういうことや、本当に。ちょっとね、やばい気がするな。さすがにね、調整あまりする期間がね、なかったとはいえ、ここまでね、打てないってなるとね、スタメンっていうのをね、考えないといけないのかな、というところに来てるのかな。ちょっとね、2本しかヒットが出てない。しかも1試合ですからね、あれ。はい、そしてね、今日はですね、2軍戦で、藤波投手が5回1安打、無失点ということで、2軍落ちた後ね、初めての、完封。まあ、ノーワインドアップ投法っていうね、まあ、投法を今してるんですけど、まあ、それがね、うまくいったんですかね、今回は。あ、そうですね。やっぱ個人的にはね、ちょっと今シーズンに関しては、藤波投手ね、やっぱりリリーフでね、使いたいなとは思うんですけどね。今日の試合とかをね、やっぱり見てても、藤波投手がね、リリーフにいたら、やっぱり心強いというか、層がね、やっぱ熱くなりますね。勝ちパターンのピッチャーが岩沢投手と矢崎投手と、まあ、スアレス投手。まあ、この3人を中心に、馬場投手だったりとか、いうピッチャーがね、いるんですけど、まあ、やっぱりね、こう、岩沢投手だったり、矢崎投手っていうのも、毎回毎回ね、投げてて、まあ、そうなると、疲れとかもね、溜まってくるとは思うんで、そうなった時にね、やっぱり、その球の速いピッチャーで、どんどんね、球威を押せるようなピッチャー。下半身にはね、あんまりないんで、リーフで見たいなと思う気持ちあるんですけど、まあ、言うてもね、先発が、まあ、アルカンタラとしてもね、若干ちょっと微妙なところはあるんで、チャンスはね、先発でもまあ、ちょっとあるのかなとは思うんですけどね。まあでも早くね、1軍にね、戻ってきてほしいです。やっぱりね、藤波選手の復活なくして優勝はね、ないとは思うんで。はい、そしてね、明日は、プロ初先発となる、2020年ドラフト、5位のね、村上選手が、先発、初1軍マウンドということで、はい、まあ、同期のね、佐藤輝明選手だったりとか、中野選手ですね。はい、まあ今年のね、ドラフト大当たりしてたんで、まあ、これね、5位の村上選手も出てきたら、本当にすごいことになりますね。まあ、どんなピッチングするのかね、まあ、正直あんまりどういうピッチャーなのか知らないんで、楽しみですね。はい。それではね、今回はこの辺の動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方は、ぜひ、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴いただき、ありがとうございました。